はい、どうもリアルバキです。今日はですね、僕が指導している BFR トレーニングについて紹介説明していきたいと思います。はい、どうも、BFR トレーニングとはですね、まずこういうベルトを使ってやるんですけど、これで手や足の末端を縛って、これは足用なんですけどね、そうすることで、血流を制限して、軽い負荷の運動でも成長ホルモンを分泌して、脂肪の燃焼や筋肉の合成を促進するというものなんですね。これなんですけど、ちなみに、ダルビッシュ有選手や大谷翔平選手なんかも使用しています。とりあえず使用方法を説明していきます。はい、ではですね、まずこれをもうこれ右なんですけど、まず足の末端に巻いていきます。これは足用なんですね。足の末端しっかり巻いて、圧をかけて、あんまり服とかよれない方がいいんですけど、なんか難しいな、これは。この服は仕方ない。これですね、反対側しっかり立ってつけた方がいいですね。立ってつける。こうやってしっかり圧をかけます。これ一応有資格者にちゃんと指導していただいた方がいいですね。血流を制限するので、一応もしもの時のためですね。これで今待ってました。それではここからスクワットが入っていきます。スクワット、そうですね、30回から20回から30回行います。僕はじゃあちょっとできなくなるまで、終了したんですけども、これですか、この汗かいてるの、暑い、いや暑いのもあるんですけど、非常にね、これ短時間で代謝がすごい上がるので、効果的ですね。結構僕は朝一で入れたりしてます。朝一で入れると結構朝から代謝が上がるので、一日脂肪を燃やしやすい状態で、代謝が上がった状態で一日を過ごすことができるので、結構これもおすすめですね。こちらも僕の方で指導しているので、ぜひ興味があればご連絡ください。ということで、本日はこれまでです。この動画を気に入った方はいいねを、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、リアルバキでした。